こんにちは、ゆうかりチャンネルです。動画をご覧いただきありがとうございます。2022年7月に発売予定の日産新型フェアレディ Z 全グレードの価格が発表されました。すでに完売の240台限定特別仕様車プロトスペックは696万6300円、そしてカタログモデルの価格はベースモデル6速 MT オア9速 AT 524万1500円、バージョン S 6速 MT 606万3200円、バージョン T 9速 AT 568万7000円、バージョン ST 6速 MT オア9速 AT 646万2500円と発表されました。特別仕様車の約700万円という価格に比べると、ベースモデルが500万円台前半ということで割安な印象を受けます。しかし先代の Z34 型は400万から530万、ニスモバージョンが650万ほどだったので、先代と比べると新型 RZ34 は100万ほど高くなっています。安全装備や先端技術が数多く取り入れられているので、価格が上がってしまったのは仕方がないことだと思います。ちなみに先代は Z34 で、今回の新型は RZ34 なので、フルモデルチェンジではなくマイナーチェンジと言われています。これについて日産は、新型フェアレディ Z の型式は先代型の Z34 を踏襲するが、構成部品の 80% は刷新され、型式は先代型と同じでもフルモデルチェンジと呼べる内容になると言っています。これだけ部品が変わったのに型式を変えなかったのは、同じ型式にすることによってコストを下げることができ、それによって販売価格を抑えることができるからということです。新たに型式を届け出て型式指定を受けると多額のコストを要するので、先代型をそのまま使うことにしたということです。先代の Z34 の販売数が1ヶ月でおよそ50台ほどということを考えると、1台あたりのコスト負担を抑えるためにこの方法を採用したのは素晴らしいことだと思います。このあたりに日産がこの車を1台でも多く売りたいという意気込みが見られるのでいいですね。トヨタスープラは同じ3リッターターボだと700万円以上するので、多くの装備が標準設定されていて、405馬力を発揮する高性能スポーツカーが500万円台で買えるというのは妥当であり、どちらかというと安い部類に入るのではないでしょうか。ボディサイズは全長 4380mm、 全幅 1845mm、 全高 1315mm で、先代に比べると全長が 110mm 伸びましたが、全幅と全高は同じとなっています。エンジンは全てのグレードにおいて3リッター V6 ツインターボの VR30DDTD 型で、最高出力は405馬力、最大トルクは475ニュートンになっています。フェアレディ Z ニスモは500馬力、612ニュートンの設定を予定しています。ちなみに全モデルは自然吸気の V 型6気筒 3.7 リッター VQ37VHR で、ベースモデルが336馬力、365ニュートン、ニスモが355馬力、374ニュートンでした。新型は3リッターターボエンジンになったことで、パワー・トルクを大幅にアップさせています。そして新型の燃費は、全モデルの 3.7 リッター自然吸気エンジンのリッター 9.2 キロから3リッターターボエンジンに変更することで、9速 AT がリッター 10.2 キロ、6速 MT がリッター 9.5 キロに改善されています。しかし、この VR30DDTT 型はカーボンニュートラル叫ばれる中、今後生き残れる可能性は低いと言われています。 VR30DDTT は日産最後のツインターボエンジンになってしまうのでしょうか。本当にそうなら、上質な回転フィールを持つこの楽しいエンジンが消えてしまうのは残念です。新型 Z は日産の内燃機関最後の FR スポーツカーになってしまうかもしれません。新型のエクステリアはレトロテイストを取り入れたすっきりとしたボディラインで構成され、インテリアもメーターには歴代 Z を踏襲した三連メーターなど、随所に Z らしさが見られます。他にもエンジン、サスペンション、新開発の急速 AT など、新型 Z にふさわしいポテンシャルを引き出す新設計の技術が数多く使われています。現行モデルは2008年に販売が開始され、今回の新型は14年ぶりの大幅なモデルチェンジです。S30 や 240ZG を思わせる新型 Z は、
その頃 Z を乗ったり憧れていた年配の人にとって懐かしく気になる車になるのではないでしょうか。ということで今回は新型 Z の話を簡単ではありますがお伝えしました。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。